星の花が降る頃に、安藤美希恵。銀木犀の花は甘い香りで、白く小さな星の形をしている。そして雪が降るように音もなく落ちてくる。去年の秋、夏美と二人で木の真下に立ち、花が散るのを長いこと見上げていた。気がつくと地面が白い星形でいっぱいになっていた。これじゃ踏めない、これじゃもう動けないと、夏美は幹に体を寄せ、二人で木に閉じ込められた、そう言って笑った。ガタン、びっくりした。去年のことをぼんやり思い出していたら、机にいきなり戸部くんがぶつかってきた。戸部くんは振り返ると、後ろの男子に向かって怒鳴った。やめろよ、押すなよな。俺がわざとぶつかったみたいだろ。自習時間が終わり、昼休みに入った教室はガヤガヤしていた。私は戸部くんを睨んだ。なんかよ。宿題を聞こうと思って来たんだよ。そしたらあいつらがいきなり押してきて。戸部くんはサッカー部の誰かといつもふざけてじゃれ合っている。そしてちょっとした小づき合いが報じて、すぐに本気の喧嘩になる。わけがわからない。塾のプリントを戸部くんは私の前に差し出した。この問題わかんねえんだよ。あたかもという言葉を使って文章を作りなさい。だってお前得意だろこういうの。私だってわからない。一緒だった小学生の頃からわからないままだ。なんで戸部くんはいつも私に絡んでくるのか、なんで同じ塾に入ってくるのか、なんでサッカー部なのに先輩のようにかっこよくないのか。わかんないよ、そんなの自分で考えなよ。隣の教室の授業も終わったらしく、椅子を引く音がガタガタと聞こえてきた。私は戸部くんを押しのけるようにして立ち上がると廊下に向かった。戸部くんに関わり合っている暇はない。今日こそは仲直りをすると決めてきたのだ。貼られたポスターや掲示を眺めるふりをしながら、廊下で夏美が出てくるのを待った。夏美とは中学に上がってもずっと親友でいようと約束していた。だから春の間はクラスが違っても必ず一緒に帰っていた。それなのに何度か小さなすれ違いや誤解が重なるうち、別々に帰るようになってしまった。お互いに意地を張っていたのかもしれない。お守りみたいな小さなビニール袋をポケットの上からそっと撫でた。中には銀木犀の花が入っている。もう香りはなくなっているけれど構わない。去年の秋、この花で何か手作りに挑戦しようと言ってそのままになっていた。香水はもう無理でも、試しに石鹸を作ってみよう。そして秋になったら新しい花を拾って、それでポプリなんかも作ってみよう。そう誘ってみるつもりだった。夏美だって私から言い出すのをきっと待っているはずだ。夏美の姿が目に入った。教室を出てこちらに向かってくる。その途端、私は自分の心臓がどこにあるのかがはっきり分かった。ドキドキ鳴る胸をなだめるように、一つ息を吸って吐くと、ぎこちなく足を踏み出した。あの、夏美？私が声をかけたのと、隣のクラスの子が夏美に話しかけたのが同時だった。夏美は一瞬戸惑ったような顔でこちらを見た後、隣の子に何か答えながら私からすっと顔を背けた。そして目の前を通り過ぎて行ってしまった。音のないコマ送りの映像を見ているように変に長く感じられた。想像しさがやっと耳に戻った時、教室の中の戸部くんがこちらを見ていることに気づいた。私はきっとひどい顔をしている。唇が震えているし、目の縁が熱い。決まりが悪くて弾かれたようにその場を離れると、窓に駆け寄って下を覗いた。裏門にもコンクリートの通路にも人の姿はない。どこも強い日差しのせいで色が飛んでしまったみたい。貧血を起こした時に見える白々とした光景によく似ている。私は外にいる友達を探しているふうに熱心に下を眺めた。
本当は友達なんていないのに、夏美の他には友達と呼びたい人なんて誰もいないのに。帰りは図書委員の集まりがあったせいで遅くなった。のろのろと靴を履き替えていると校庭からサッカー部の掛け声が聞こえてきた。もう9月というのに昨日も真夏日だった。校庭に出ると毛穴という毛穴から魂がぬるぬると溶け出してしまいそうに暑かった。運動部のみんなはサバンナの動物みたいで、入れ替わり立ち替わり水を飲みにやってくる。水飲み場の近くに座って戸部くんを探した。夏美とのことを見られたのが気がかりだった。繊細さのかけらもない戸部くんだから、みんなの前で何を言い出すか知れたものじゃない。どこまで分かっているのか探っておきたかった。だいたいなんであんな場面をのんびりと眺めていたのだろう。それを考えると弱みを握られた気分になり、八つ当たりと分かっても憎らしくて仕方がなかった。戸部くんの姿がやっと見つかった。なかなか探せないはずだ。サッカーの練習をしているみんなとは離れた場所で一人ボールを磨いていた。サッカーボールは縫い目が弱い、そこからほころびる。だから砂を落としてやらないとダメなんだ。使いたい時だけ使って手入れをしないでいるのはダメなんだ。いつか戸部くんがそう言っていたのを思い出した。日陰もない校庭の隅っこで背中を丸め、黙々とボール磨きをしている戸部くんを見ていたら、なんだか急に自分の考えていたことがひどく小さく、くだらないことに思えてきた。立ち上がって水道の蛇口をひねった。水をパシャパシャと顔にかけた。冷たかった。溶け出していた魂がもう一度引っ込み、やっと顔の輪郭が戻ってきたような気がした。手のひらに水を受けて何度も頬を叩いていると、足音が近づいてきた。後ろから、おい。と声をかけられた。戸部くんだ。ずっと耳に馴染んでいた声だからすぐわかる。顔を拭きながら振り返ると戸部くんが言った。俺考えたんだ。ハンドタオルから目だけを出して戸部くんを見つめた。何を言われるのか少し怖くて黙っていた。ほら、あたかもという言葉を使って文を作りなさいってやつ。ああ、なんだあれのこと。いいか、よく聞けよ。お前は俺を意外とハンサムだと思ったことが、にやりと笑った。あたかもしれない。やっぱり戸部くんってわけがわからない。二人で顔を見合わせて吹き出した。中学生になってちゃんと向き合ったことがなかったから気づかなかったけれど、私より低かったはずの戸部くんの背はいつの間にか私よりずっと高くなっている。私はタオルを当てて笑っていた。涙がにじんできたのはあんまり笑いすぎたせいだ、多分。学校からの帰り、少し回り道をして銀木犀のある公園に立ち寄った。銀木犀は常緑樹だから一年中葉っぱが茂っている。それをきれいに丸く刈り込むので木の下に入れば丸屋根の部屋のようだ。夏美と私はここが大好きで、二人だけの秘密基地と決めていた。ここにいれば大丈夫。どんなことからも木が守ってくれる。そう信じていられた。夕方に近くなっても日差しはまだ強い。木の下は影になって涼しかった。掃除をしているおばさんが草むしりの手を休めて話しかけてきた。いい木だよね。こんな時期は木陰になってくれて。けど春先は葉っぱが落ちて案外厄介なんだよ、掃除がさ。私は首をかしげた。常緑樹は一年中葉っぱが茂っているはずなのに。え、葉っぱはずっと落ちないんじゃないんですか。まさか。どんどん古い葉っぱを落としてその代わりに新しい葉っぱを生やすんだよ。そりゃそうさ、でなきゃあんたいくら木だって生きていけないよ。帽子の中の顔は暗くてよくわからなかったけれど、笑った歯だけは白く見えた。おばさんはよいしょと言って掃除道具を抱えると公園の反対側に歩いていった。私は
真下に立って銀木犀の木を見上げた。傾いた日が葉っぱの間からちらちらと差し、半円球の空に瞬く星みたいに光っていた。ポケットからビニール袋を取り出した。花びらは小さく縮んで、もう色がすっかり痩せている。袋の口を開けて、星形の花を土の上にパラパラと落とした。ここでいつかまた夏美と花を拾える日が来るかもしれない。それとも違う誰かと拾うかもしれない。あるいはそんなことはもうないのかもしれない。どちらだっていい。大丈夫、きっとなんとかやっていける。私は銀木犀の木の下をくぐって出た。星の花が降る頃に、安藤美希恵。